こんにちは、あかつきです今日はですね、皇位継承問題についてね、それと眞子さまと小室さんのことも含めて皇、まあ、室関連のことへの見解についてお話ししたいと思います。私は、まあ、絶対あの、男系天皇支持派で、まあ、それについてはね、あのそもそもですよ、あの男性の遺伝子は XY ってご存知ですよね。 で女性の遺伝子は XX ですよねなぜ男系かというと、その Y 遺伝子を受け付くためには、やっぱり男系でないと無理なんですね、女性だと X しかないじゃないですか、でそこにあの別の方と結婚されると、別の方の Y 遺伝子が入ってくるわけですよ、そうすると全くあのあの先祖の違うね新たなあの血脈ができてしまうわけですねですから何とよが あの断経ででなないとダメなんですよ、まあ、そのほかにも私はあのヤップ遺伝子について調べてましてね、まあ、ヤップ遺伝子のこの日本人特有の D 遺伝子ですねこれ日本人だけの固有の遺伝子なんですよこれをやっぱり2700年も続いた高疾というお土地の中でね守っていただくことは非常に大切だと思っていますでもねあのヤップ遺伝子はあの 日本人男性の4割にしかないだろうというふうにね言われてるんですよね。それはなぜわかったかというと、あの BBC が調査したあの遺伝子解析によってですね、まあ,あの有料でね12万出してまああのいろんな方のね遺伝子を調べたのがあるんですよ。その有料のあの参加者によってだいたい統計的に日本人の中には4割ほどね、まあ。 ヤップの D 遺伝子があるんじゃなだから何もあの日本人全体を調べたわけでもなくてあの、まあ、おおよその統計学上のねあの割合なんですけれども。かといってその天皇の血筋は4割がきかというとやっぱりあの XX の女性の方の遺伝子からもねあの遺伝するわけでま形、あ、質とかね、まあ、性格とかいろんなのがあのやっぱり女性の母方からも遺伝するわけですよ。 で、さらにあの日本人のね。ほぼ全員はもう天皇家と先祖はみんな親戚っていう風にね。あのなってます。ですから、皆さんもあの母方、父方まあ、どちらからでもたどってみればあの天皇家のね。落ち着につながってるんですよ。日本人っていうのは大抵。そこがねすごいところだと思うんですよ。だから、その全部の血筋の親元である。天皇家をこういただいてね。こう 象徴として、もう2700年も、の伝統をね、守ってきたということはね、素晴らしいことだと思うんですよ。それでね、今思ってるのが、こういうふうに、あの、皇位継承問題で継承してみても、まあ、いろんな考え方のね、方がいて,て、まあ、竹田恒安先生なんかは、まあ、明治天皇の泰子であって、この方、あの、母方が明治天皇の泰子なんですけれどもね、父方で言うとね、あの、うん バッチリこのヤップ遺伝子を受け継いでるお父様もその,あの天皇家の,あの落ち筋の方ですんでね。男系の,の落ち筋でもあるわけなんですよ、まあ。明治天皇のヤシで調べるとあの女系になるんですけどね。で、他にもいろんなね、あの考え方の人がいますけれども、中でもこう恐ろしいのが、まあ女系だからダメの議論に賛同しない石橋とかね、結構ね、 あの女系推しのね人が増えてきてるんですよね。これなんかも気持ち悪いなと思ってこんなこと言う石橋はありえないと思ってるんですけれどもね他にもねあのいろんな週刊誌なんかでもねあのいろんな女系天皇愛子天皇を待望論とかね出てきたりしてそれも良くないなと思ってるんですけれどもなぜ愛,愛子さまはそれはまあ素晴らしいと思いますよ。でもあの女系天皇 になるということはあの、結婚できないことになるんですよね。それも認めようって言うんやったら、もうむちゃくちゃになって、もう日本の皇室の血筋がね、まあ、途絶えて、まあ、どこの誰か分かれへんような人のね、血筋に乗っ取られてしまうことになるんですよね。その辺が分かってないのか、わざとそういうふうにやってるのか。で、どちらかというと、女系推しは、まあ、反日の思想の方が多いですよね。まあ、左右系とかね。それが問題だと思ってるんですよ。 だからですねあのなぜ、やっぱり私はっップ遺伝子を信じておりまして実際にあの見つかってますんでねそもそもあの、なぜ天皇で男系であってしかも長男でこうずっと天皇,天皇をつないでこられたかということになるんですけれどもそれはもうあの女系の,あの、まあ、奥さんの方の隕石関係の権力をこう強くしないためでねそれはなぜかというとやっぱり平和のためなんですよね。 もう一つのもう男系長男でもこう通すことで、まあその、なんていうのかな、権力をね、一本化して、不要な戦いが起こらないようにね、してきているあの伝統があるわけなんですよ。それで、あの、私はもう旧宮家復活がね、いいと思ってるんですよ。何でも結構な人数、10人以上のね、何十人かこう、旧宮家のね、男性がいらっしゃって、 でそれなりのね、しっかりしたの教育も受けられて、まあ、人品骨柄癒しし柄のねお育ちの方がいらっしゃるわけですよ。でそういう方をもう私はあの人数を決めてねあの復活していただく方がいいと思うんですよ。例えばね、まあ、5人か10人かその辺の数字はあの議論が必要だと思いますが、まあ、例えば5人とも決めてしまうんですよ。 で旧皇族復活5人、あの天皇陛下入れて、あと4家族であの、5系統復活していただいて、常にあの5つまではね、まあ、皇位継承者として復活していただくことで、でそれ以上に人数が増えた時には、あのまた旧三宅,三宅からこう普通一般人になっていただくとかね、その方がいいと思ってるんですよ。そもそもあの歴史的に見ましてもね、 あの王神天皇どこやったかな私はあのそもそも天照大神からの結孫八代まで全部実在した天皇やと思ってる方のタイプなんでまあ,あのそ,そこにもいろんな意味があると思ってるんですけれどもあここここ王神天皇がね、まあ、こうずっと続いてきた天皇なんですけれども、まあ、あの神宮皇后と中愛天皇のお子様として生まれた。 王神天皇なんですけれどもねこの方が幡氏と非常にね縁が深くて幡氏19万人を日本に帰化させたのはねこの王神天皇なんですね。ですからそもそも天皇家のお,しおし落ち筋っていうのは私はあのヤッピ電子の継承者であるね、まあ、古代イスラエルからの渡来人であると思ってますので渡来人って言ってもはるかアマテラスの頃からですからね。あの この辺、出雲族とアマテラス族というのは、まあ、兄弟っていうことに、姉と弟なことになってるけれども、もともとやっぱり私は、あの、古代イスラエルのね、あたりから、あの、来られた方々やと思っています。で、これ逆に、あの、日本から、あの、世界に散らばった説は、まあ、竹の内文書なんかでね、あの、そういうのもあるんですけれども、竹の内スクネさんもね、どっかで出てきますよ。それは、またにしておいて、 要するにこの王神天皇で続いてきてあの携太天皇が突如旧、まあ、家皇族から復活みたいな形でね携太天皇が現れるわけですよ。これかなりねあの、もうなぜかというとこの「武烈天皇」というのがねここであのお子様が途切れるわけですよ。でこの「武烈天皇」っていうのはかなりあの暴力天皇と言われていてまあ結構あの非道なことをされた天皇と言われてるんですよね。 まあ、あの残虐なあの殺し方をしたりまあ、今で言うと、まああの北のね。あの一族みたいな感じでしょうか？だから、そういうのもあって、途絶えたところにあのはあの跡継がねいらっしゃらないんで、そこで他の辿ったのが応神天皇の血筋である。この慶帯天皇なんですよね。この方も複雑なね。中世の。 秘密があって経済天皇で調べるとねまた面白いですどうもねトライ人たちが多いところで育て,育てられたような感じがあってねこの方もやっぱり旗氏関係のね方だと思ってるんですよでもそのこの頃はまだ旗氏って言ってないですからねあのもっと古い時代はあのジョフク古代イスラエル人のジョフクがまあ中国でジョフクと名乗ってそっからもう日本にねやってきた らしいといとうのは関東の方から入ってきたらしくて、まあ、富士山辺りとか、まあ、あの辺にもあの徐福伝説残ってますし、えー、と日本海でいうとこの神社っていうのかな、まあ、あの兵庫県のえっと北の方のねその日本海側の方にもこの神社っていうのがあってそこも徐福伝説っぽい話がねありますし、まあ、日本の各地に徐福伝説というのはあります。 中国にもね本場屋が徐福公園とかねあるんですけれどもねだからその第一波の古代イスラエル人たちがやっぱり日本の中でその王,王族としてねこうつないできてそこに私が疑問を持ってるのがその王神天皇から流れる携太天皇だからその携太天皇をお守りしてたのがどうもあのトライ人の多いようなねそんなに身分の高くないような、まあ、王族の一族の家に預けられていたんですよ。 そこからいきなり「携帯天皇」っていうのがやっぱりどでね、まあ、その携帯天皇のなんか本なんかも結構出てるみたいですまあそういうふうに実際にその旧皇族みたいなとこからいきなりこう天皇になっていただいてねこの方がね枚方に携帯天皇のなんかがあ,あるんですよ、まあ、関西なんでねちょっと近い感じがします。 まあだからその「う女系だからダメとかいう議論が出てること自体ねおかしいんですよだってその秋篠宮の悠仁さまなんかねもうちゃんと男,子男系ではお生まれになってるのにそれをないかのごとくにあの愛子天皇っておかしいでしょうねだからその悠仁さまが天皇になられた時にまだお子様がなかったらその時にまあ女系か という議論があってもねおかしくはないと思うけれども実際に今、お生まれになってるのにねなんやそれとけしからんですよ、除敬しかもなんかアンケートなんかするところがあって、えー、一般人の8割は除系を認めているとかねその現代風の理論でね持っていっちゃ絶対ダメなんですよ、こあくまでも伝統、Y 遺伝子をつ、ね、なぐための,の2700年も続いたね世界一あの長い家系なんですから。 そこでその家計をのつながりをね、ダメにしてどうなんやという話ですよ。ただ、あの天皇の人権論で言いますと、天皇陛下には今は人権がないという形で、こう、象徴としてね、まあまあ、自由のない生活を送っていただいてるわけですけれども、まあ、日本神道のね、教祖様として、やっぱり日本神道をこう取りまとめる位置で、日々、祈りの行もね、されているわけで。 そういう側面から考えてもやっぱりあの男性でないとねいけないと思っています。で、そのどう考えてもその女系を推す人たちっていうのはまあ反日思想とね近い方がね多いふうに見えるんですよ。だからそれは絶対おかしいというふうにね言っていかないといけないと思っています。ただ私はもうその悠仁天皇悠仁様が天皇になられた時点で もう天皇辞めたいと言われてしまだから私はちょっと天皇陛下にも人権をちょっと認めるべきやというのがあってそれならそうで2,700年の歴史が途絶えてしまうけれども一人の人権として考えたならば仕方ないかなっていうことですよね。そこを無理やりこうそれは駄目っていうふうにまあ当然周りは動くでしょうけどね。 まあ、なるようになるしかないんちゃうかなという感じです。それとですね、あの、まこさまと、あの、小室さんの件ですけれどもね、もう、離れ離れになって2年ですわ。で、あと、まだ2年ね、勉強しないといけないんですよ。それでもって、その、なんかあの、なんかその難しい国際弁護士のなんかの資格を取れるかどうかわからない状況で、 どうなんねやと思うんですけれどもね。ですから、二人が好き同士っていうのは、ちょっと疑問は感じるんですけどね。まあ、週刊誌なんかの情報を見ますと、なんか、眞子さまが知らない裏切りのニューヨーク、こういうライフとかね、小,村小室圭さんの写し入りで載っていてね、何でもまあ、あの、ブロンドの美人と二人で談笑してる姿が見られたとか、まあ、眞子さまのね、 心を乱すような記事が出てたりねでも考えたらね若い男女がね4年間会え,会えないって考えられますその辺がねだからやっぱりちょっと小室さんのお人柄にもちょっと失礼やけど疑問を感じてしまうところもあるしだから私はやったらこう一旦別れてねそれでも自分が何らかの,あの立場になってそれから新たにね 申し込まれるって言うんやったらわからんでもないけれども、なんかずるずると学生生活結構頑張ってはるみたいやけども、なんかあの、皇室のプリンセスの婚約者ということで、その、奨学金もね、なんか優遇されたような気配もあるし、どうしてもその小室さんに、その、ステータス志向というか、そういう立場への、 欲望みたいなものが見えてしまって本当に一人の男性として眞子さまを思ってらっしゃるのか言ったらそれは思ってるって言い張るに決まってるやろうけれども眞子さまは完全に小室さんのことが好きな表情をされてますよねちょっとこれ写真だけで見るとあとこれ入れへんわここの目つけ見たらねなんかああもうかなりお好き思い詰めたね方やなと思ってるんですけれども あ、なんか、だから結構ね、あの、どこ行ったかなあのですね、最近のニュースでね、イギリスですよ。イギリスのね、あの、ヘンリー王子がメーガン妃と、もう、その、王族離脱するって言いましたよね。これも世界に衝撃が走ったわけですけれども、まあ、シニア王族が公務から引退するっていうのは、やっぱりその、 メーガン妃のことで、まあ、ゴシップ記事が流れたりね。で、メーガン妃の落ち筋にはちょっとアフリカの血が入ってるとかね。そういうのもあって、それとお父さんとの仲がもう一つ良くなくて、まあ、お父さんがたびたびゴシップ記事を賑わしたりとか、そういうごたごたが結婚前からあって、そういうのでやっぱりストレスがたまってね、まあ、離脱するという方向になったんでしょうけれども、これね、絶対、こう、眞子さま、 たちにね影響を与えると思うんです眞子さまやったらその皇族の地位を捨ててそのあの最後に1億円ほど下部金がもらえるじゃないですかその結婚する時にねそれもいらんから私たちは駆け落ちするってなんかいき,いきそうな気がしてねそうするとあの過去記事で過去動画でも出してるんですけれども結果こう駆け落ちで小室さんと一緒になってもその先の不幸がねちょっと見える気がするんですけれどもそれもあの。 人生の中での経験の一つと考えたらね、あながち悪いとも言えないし、どうも小室さんってこんだけ叩かれても、こうニコニコと笑って入浴生活を送って、それ,それもかなり勉強されてるのもね、いいのかなとも思うし、だからその小室さんを応援する人なんか、この、このあの、誰やったっけあの、ゴーセンの人、小林吉野とかね、見てますけれども、 女系天皇で、その女性天皇が生まれると、その女性の生き方も変わるとかね、それは違うと思うんですよ、もう絶対的に。だから今、あの、男系継承を強く推す人って少なそうなので、私も男系でないとダメな理由っていうのをね、やっぱり発信していかないと流されてしまうなと思うんですよ。で、その人格とかお人柄とかいうような意見もあるけれども、 これはね、やっぱりその伝統なんですよ。実際に、この、ブレチ天皇というような、こう、非道な天皇陛下がね、生まれてしまった時代もあったわけで、それもこれもひっくるめて、男系長、で長男でね、ずっと来たのが、あの、天皇家の歴史であって、ここでね、あの、ふさわしい方、ふさわしくない方で決まってしまうと、またそれ別のごたごたが生まれるわけですよ。 まあ例えば旧皇族の中でもそのどなたはふさわしくてどなたはふさわしくない論争が起きたらそれはそれで問題やと思うんですよ。そういう煩わしいことなしにまあもうその順位の一番近い人でねもう一貫してもらわないと余計なあのストレスやトラ,トラブルが生まれで外れた人はなんか悲惨な感じになってしまうじゃないですか。 だからもう人格とかふさわしいふさわしくない関係なしにもう男系であの長男もしくはその順位が一番近い人でねもうもう徹底してそれを通すべきやと思うんですよ。それがあの日本の皇室の伝統でありあり方だと思っています。まあ、女系天皇って過去にもね、まあ、生まれた,あった時代はありましたけれどもあくまで男系天皇のが途切れた時のつなのぎとしてね まあ、女系天皇が、あの、いらっしゃった時代もあって、それとは全然違いますからね。つなぎの場合でも、あの、結婚してはいけないわけで、まあ、あ、まあ、水天皇のね、あの、例もありますけどもね。まあ、聖徳太子、あ まあちょっと聖徳太子の話は外れるんで、まあ、これくらいにしておきます、まあ、絶対やっぱり男系であの長男でそのままで行ってやっぱり旧宮家復活をねあのお願いしたいと思いますで愛子さまはやっぱり普通にあの一般にくだられてね幸せな結婚をねしていただきたいと思いますあともしもの場合公務が忙しいとかいう場合だったら、まあ、一般に後期されてもその 皇族としての地位じゃなしに、その公務だけを分担するぐらいやったらありかなとも思うけれども、まあ、ま子さまは駆け淵するかな。というような疑問もありつつ、まあ、皇、えー、室継承論は断刑でお願いしますというお話でした。以上よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。